男性と女性なんてさ、これ比べたらさ、男性がさ、女性が男性に勝てる点ってやっぱ子供を産むことぐらいしかないわけよ。だって、仕方ないんだよ、それって。役割っていうもんがあってさ、古のね、多分縄文時代からもうそれってもう決まってて、女の子はさ、穴蔵に入って、旦那が捕まえてきたマンモスとかを、料理するっていうのが、だって、それって別にさ、俺たちが、男性側が務めてさ、いやいや、差別しようとしてたわけじゃなくて、社会に出て何か物事をね、円滑に進めていくとかさ、体張って、なんかするっていうのは男の仕事なわけよ。で、やっぱ女性っていうのは家にさ、家を守ってくれなきゃいけないわけよ。子供を産んで、で、女が子供を産まなかったら人類って滅亡しちゃうんだよ。人類って滅亡しちゃうんだよ。その大義ってすごい大事じゃん。別に馬鹿にしてるわけじゃなくてさ、男にできねえことが女にあるのになんでそこをさ、そこを考えずに、だから社会は男に任せておくのが一番いいんだよ。社会と家庭って別にさ、かけ離れてるものじゃん。社会の中に家庭って存在しないでしょ。だそこでさ、なんか、うちの母親とかもすげえ男勝りで、男性社会でも生まれてきたから、めっちゃくちゃ、なんか、男勝りな性格してるけどさ、別になんかそういうことは言わねえんだよな。男の方が論理的に仕事できる。まあ、中には女性の中にもね、そういう人いるけど、アベレージ取ったらさ、男性に任しといた方がいいんじゃないかなっていう。だからそういうのが看護婦とかを嫌うんだろう。別にいいじゃんね。いやでもね、ヒラリーは、やばいよ。ああいうのはやっぱ敵に回しちゃいけない女の筆頭格だね。わかるじゃん。多分あの人って多分やばくない？だって博打で7億するってさ、女にはできねえことじゃん。ああいうのはどん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 出てきていいじゃん。ああいう人に対して女なんだから下がれっていうのは、それは男側が間違ってると思う。有能なやつはバンバン出てきてもいいけど、無理にステージに上げるのは俺違うんじゃないのかなって。いや、俺究極のフェミニストじゃん。いや、俺ってめちゃめちゃフェミニスト。だから、男と女比べたら、やっぱ男性側の方がやっぱ圧倒的に有利な社会になってるから、女の子大事にしようよねって。だって、対等なところに上げちまったらさ、もう女なんて多分自殺者とんでもねえぐらい増えんぞ。男だから自殺者4万人とかで住んでるけど、男性と女性が対等になったら、倍じゃ済まないよ。本当に。死にまくるぜ。本当。女性の方がメンタル弱いに決まってんだから。だって男のさ、社会における役割ってさ、とんでもないからね。で、女の子は守られて、女の子だから可愛いな、みたいな。実況者とかでもそうじゃん。声可愛いとか。俺究極のフェミニストだよ。彼女、だからすごい優しくすんの。家守ってもらわなきゃいけないから。女を見くびりすぎ。いや、女を見くびりすぎっていう人が男を見くびりすぎだよ。男が抱えてる。だって同じ人間なのに自殺者の数見てみなよ。その男性と女性で精神的に差があるなんて思わないでしょ。思えない。単純に社会的におけるなんかやっぱストレスのかかり方が違うんだよ。それも事実としてあるんだよ。だから政治家だって別にさ、我々国民が投票してさ、選ぶわけじゃん。一応俺も選挙に行きますよ。政治とかわかんねえけど。で、なんか、別に誰も頼んでもないのに男性がバーって立候補して男性がバーって受かっていくじゃん。別に俺たち何の印象操作もしてないわけでしょ。トランプと安倍は仲良くなれるぞ。いや、連邦とか別だよ。ああいうさ、連邦さんに悪いけど、俺は連邦さん男だと思ってるからね。例外はいるの、マジで。例外は。いる。勝てない人間いるよ。そりゃ。だって、この世の中の、俺、一番トップに立ってるのは女性だと思ってるから。可愛い女。可愛い女が、俺世界の頂点に立ってると思うよ。で、その下に 90% ぐらいの男がいて、そいつを巡って戦ってるっていうか。そうだよ。世界の頂点に立ってるのは女性だよ。間違いなく。間違いなく社会を動かしてるのは女だなと思うけど。俺の、あれな、価値観な。いや、俺はそうだと思うな。連邦と岩木信子は男の岩木信子。今ので完全にブス切れたけど、切れてもしょうがねえだ。俺そうやって思ってんだもん。反論してみろよ、じゃあそうやって。私じゃうんこちゃんに反論ありますってやつ今書いてみろよ。俺別に差別してるわけじゃないよ。だから女の子大事にしようねってって、そういう世の中になってるじゃん。女の子大事じゃん。延長してやる、延長してやる。女王蜂みたいなもん、いいこと言った。メルケルとかな。反論していいよって言ってんじゃん。これ別に俺差別してるわけじゃない。区別してるんだよ、区別。区別してんの。女性専用車がいい証拠。ね、大事にしてるじゃんね。あれ別に男からしたら何の得もねえじゃん。バカなこと言ってんだなって思ってんだよ。ね、乗ってるやつブスとババアじゃねえかよって。99% の男が思ってんだぞ。なのに口に出されんだよ。ニコ生ね、これ言ったら俺だけだからね。お前らのことほんとバカだと思ってんだよ、みんな。誰も言わねえんだよ。全員思ってるのに。あ、こいつらバカだなと思ってるのに、全員言わないんだよ。感謝した方がいいと思うよ。だけど、もちろん、痴漢する奴が一番悪いってのは大前提だよ。当たり前じゃん。悪いに決まってんじゃん。あんなの。犯罪だもん。だから守ってあげようよってすげえ優しいじゃん。男って優しいだろ？カズヤですら言わない。カズヤ別に言わねえだろ。あいつなんか、また別だろ。俺ね、根も葉もない。加藤純一理論の。てめえ加藤純一。お前、俺の放送で加藤純一理論以外が通ると思ってんじゃねえぞ。おめえ、あれだからな、ユーザー放送だったらお前、田島陽子出てきても俺は負けねえからな、絶対。お前、連邦がガチャガチャ言ってきても俺絶対負けねえからな、ネモースチャンネルじゃん。ざけんじゃねえぞ、てめえ、この野郎、つって。おめえ、女視聴してんだって髪伸ばせ、この野郎って言うからな、俺。その代わりお前、ここ以外であったら俺はやっぱ気使うよ。もちろん。当たり前じゃん、それは。それ仕方ねえんだ。俺はもうここだったらもう本音言うしかねえんだもん。でも一度は女になってみたいと思う。めちゃめちゃ思うよ。めちゃめちゃ思う。だって子供とか産んでみたいじゃん。だから子供を産むのってさ、羨ましくない？男からしたら。羨ましくない？だってそれってもう男性には絶対叶わない夢じゃん。痛そう。痛そう。なるほど、なるほど。思わない。あ、それすらみんな思わないんだ。お前ら女、じゃな、だから女性に対してどういう幻想抱いてんの？なんか、あるでしょ。一個ぐらいは。女羨ましいなって。可愛い女だってさ、もう生まれてきたら勝ち組だよ。生まれてきただけで。生まれてきただけで勝ち組じゃん。そんなの。女をディスることでしか男としてのプライド保てないんだから、これでディスってると思ってんだったら、お前、よかった、俺さっき、マジかよ。よかったよな、男がさ、死んじまったら危ねえからさ、女に子供産ませてんだろうな、神様はって、そういうのはディスって言うんだよ。別に事実しか言ってねえもん。俺気使ってんだよ。女多いなと思って。お前舐めてんじゃねえぞ。てめえ覚悟して聞けろ、お前。おい。お前らに気使ってやってんだからな、今日。なんか俺の理論通用しねえなと思って。気使わせんじゃねえぞ、俺に。お前、俺に気使わせんだぞ。本音を言いてえのに。気使わせんな、あんまり。加藤純一に。で、こういうのを見ると、俺ってやっぱフェミニストなんだなっていう。大事にしてんじゃない。え、まさかとは思うけどさ、いやーみんな可愛いねとかさ、女の子大事だねって口先三寸でお前らの財布の中身目当てに優しいザレごと抜かしてる男が優しいと思ってんの？俺は本心で言ってんだよ。マジで男がしっかりしなきゃいけない。女の子守っていかなきゃいけねえって声を大にして言ってんだよ。絶対自分の好きな女には苦労させちゃいけねえって。だから俺たちが命がけで社会に出てって、国動かしていって、経済を潤わせなきゃいけないって俺は声を大して言ってんだよ。何？ああ、まあ男女平等だよね。じゃあみんな社会に出てきて、生理の日休んでいい、生理休暇取りましょうって心の中でお前らバカだなと思ってんだよ。そんなの生理休暇取るやつと取らなくて一生懸命やる男だったら、男取る決まってんじゃん、経営者だったら。だから結果として、女性の社会進出って進んでないじゃん。俺はだから優しさを本当に、本心で女の子大事にしてるからね。絶対苦労かけたくない。お父さん、お母さん、お姉ちゃん。お母さんだってね、すげえ苦労してきたんだよ。女だからっていう理由で。めちゃめちゃ苦労してんだよ。そういうの見たりさ、お姉ちゃん別に全然、お姉ちゃん男クソほどばかりしてるからどうでもいいんだけど。事実としてあるじゃん。だから女の子大事にしていこうねって。なんてことを言ってるんだって俺は思ってるよ。いつもなんか、耳障りのいい言葉聞いて、マジ、本当に、優しい、萌えみたいなの。ディスってるわけじゃねえんだけどな。ディスってるわけじゃないんだよ、全然。女重要する社会は滅びるって言ってた。別にね、俺女性を排除してるわけじゃなくて、別に聞いてもいい、聞いてくれてもいいけど、その期待には応えられない可能性が高いよ、つって。言ってるだけです、僕は。なんで正論しか言わないのわかんない。俺の枠だから。ただヒラリーとかには逆らいたくない。なんか、下手すりゃ書くのボタンを押せるから。だからヒラリーとか煽ったらなんかとんでもねえことしそうじゃん。ピーッつって。外観誘致罪で俺死刑されたくないから。嫌です。俺は大事にしてるよ、女の子。マジで。人一倍大事にしてるよ。言うしね。働かなくていいよ、つって。絶対それは言いたい。俺が頑張るから、どんな、もう泥船、どんな苦しいことも俺が全部受け持つから、出てほしくないもん。社会って厳しいから。あなたは、俺を支えてくれ。俺は、社会で泥水すすりながらお前たちを支えていくから。別にウィンウィンじゃんね。その方が女の子もだからいいと思うんだよな。苦しまないし。だ男にそういう解消がなくなったから女の勢いが上がってきてんだよ、そうやって。みんななんかさ、なんで結婚しないんですかっていうアンケートにさ、お金がかかるからとかさ。そういうこと言っちゃダメなの、絶対。言うとしたら世の中にブスが、だから、ブスばっかだから、付き合いたくねえって言った方がいい。経済のせいにしたりさ、すんのマジやめよう、金輪際。なんか最近の女は、なんかブスばっかだからって言ってくれたら、まだ、あ、男、まだまだ頑張る気あるんだなって。俺もっと稼いでいい女と付き合いますせって言ってほしいね、俺は。そしたら女もどんどん可愛くなるしね。そういうのを男性求めてるんだって。それでも働きたいって言うだろうなら、いや、そういう人は働くべきじゃない？そこまで俺が言ってるのに、いやでも働きたいって言ったら、よし分かった、一緒に頑張ろうって言えるじゃん。じゃあ俺は家事とかも手伝って、みんなね、あなたもしかしたら苦しい思いするかもしれないけど、僕も支えますよって、すげえウィンウィンじゃん。花からさ、なんか、そういうさ、それこそ、まあ男、女の腐ったのになっちゃうよ。いや、社会平等だからさ、共働きしてよ。そんなこと言う男と付き合いたいの？女は。いくらでも言えるよ、めっちゃ楽じゃん。あ、じゃあやってもらおうぜ、じゃあ。あ、やってください、じゃあ。やってください、やってください。すげえ楽だもん。すげえ楽だわ。マジで。俺そんな辛い思いさせたくないもん。平等と公正を履き違えてるんだよな。だって生まれ持っても平等じゃねえよ。男と女にもう分かれちゃってんだから。そんなんじゃ本当にもう生き残っていけねえよ。今の日本は。厳しいんだよ。そういう働く女に妄想を植え付けられてるスイーツが多すぎるんだよ。あれよくねえよな。なんかさ、一つのさ、生き方として別に否定するわけじゃないんだよ。だけどさ、女の子30代。結婚してないけど、なんか、人生充実してますみたいなやついるじゃん。いやいやいや。結婚して子供産んでるやつの方が人生は充実してますよって俺は、心の底で俺は言ってるけどね。別に結婚して子供産んでも仕事は一生懸命できるし、両立してる人はいますよって。朝の光現象が起きるわけや。偉そうに。落語釈垂れるわけ。そういう人は世の中で発信しないでほしい。子供を産むっていうのはすごいことじゃん。国を繁栄させるのは女性なんだからね。ダメだよ、絶対。言わなきゃダメ。結婚しようっつって。だから俺は倖田來未をかばったじゃん。あんな、うちな、結婚したいね、バカがね、言ってたわけ。用水が腐るけんなみたいな、池沼みたいな発言してた。俺かばっただろ。いや、倖田來未悪くねえやっつって。あいつなりの、泣きながら謝罪させられてた記事とかに。男なんか何とも思ってねえからな。35歳過ぎた、結婚してないババアに責められて、お前俺の倖田來未が泣かされてたんだぞ。いいじゃん、逆の主張で言っても。全然間違えてるけど、用水は腐らないけど。で、子供産みにくくなるよっていうのは事実でしょ。女性であの意見をよくぞ発言したよな。